皇室に愛された沼津の歴史を紹介する報道写真展が今、沼津市の沼津御用邸記念公園で開かれています。こちらは、1962年、上皇ご夫妻と幼少期の天皇陛下が、ご一家で御用邸近くの海岸を散発された時きの仲睦まじい様子を捉えた一コマです。沼津御用邸記念公園の開園50年を記念した写真展では、 昭和から平成にかけて静岡新聞に掲載された報道写真など20点が展示されています沼津にご到着になった時の少年時代の天皇陛下やご学友と水泳を楽しむ上皇様など沼津でお過ごしになった時の様子が写真に収められています懐かしいね本当にね綺麗ですね ご一家で何かすごくその沼津のご用邸とのご生活を楽しまれている感じが写真からうかがえて嬉しく思いました報道写真展、皇室に愛された町沼津はあさってまで沼津市の沼津御用邸記念公園で開かれています。